マザーボード上の p e n t i u m 2セク、パッケージスロット1はいくつかのインテルのマイクロプロセッサで使われたスロットの物理的、電気的仕様のことである。スロット1は SC242 とも呼ばれ、セレロンと p e n t i u m および Pentium3 で使用された。シングルプロセッサ向けとデュアルプロセッサ向けの設計がそれぞれ実装された。スロット1は ペンティアム以前のプロセッサで使われていた正方形のジフ PGA、スプがソケットを使用しなかった。代わりに PCI スロットに似た形状の242ピンのエッジコネクタを持つシングルエッジコンタクトカートリッジに CPU を搭載した。このような形状になったのはペンチウミーの設計において先代のペンティアムプロのように二次キャッシュメモリを CPU コアと一緒にパッケージの中に組み込むことを諦めメモリチップをパッケージの外の基板上に出したためである集積技術の発達で大量の二次キャッシュがコアに組み込めるようになるとこのような設計をする必要がなくなり CPU は再びソケット形状に回帰していくことになった CPU が大型化したためソケットへの復帰化時にはアップグレード用に ソケット形状の CPU をスロット1に挿すためのアダプタも提供された。スロット1の使用はソケット7よりも高いバスレートを可能としており、スロット1のマザーボードは GTL バスプロトコルを使用していた。一部の 350MHz よび 450MHz の Pentium2 とほとんどのスロット1の Pentium3 は改善された。 セク2で提供された CPU を固定するリテンションクリップはセク2リテンションクリップはセクパッケージの CPU を固定することができるがセクのクリップはセク2パッケージの CPU に対応できないため注意が必要である AMD が使用したスロット A は形状は同一のものであったが電気的な互換性はなく ご挿入を避けるために取り付け向きも逆になっていた。スロット A 用の CPU も当初はキャッシュメモリがコアと分離されており、スロット A が採用された経緯は、スロット1のそれと同じである。こちらも後に、ソケット形状に移行した。ありがとうございます。